俺の名前は佐竹雄一。高卒で地元の市役所職員になり10年。田舎の生活は刺激が少ないが平穏で、俺の性格に合っていた。しかしある日突然、そんな平穏を打ち破る事件が起こる。ボロボロで倒れている少年を見つけ、家に連れて帰ってあげた俺は、少年のまさかの姿に驚愕した。その時から俺の人生は刺激的な日常へ激変していった。俺の地元は田舎で、電車は1日に10本、バスの最終は夜8時。一応電車の終着駅ではあるから、ど田舎ではないはずだけど、生活に車は必須だ。毎日車で通勤している俺は、その日も暗くなった帰り道を実家に向かって走っていた。いつも通る小さな公園の横に差し掛かった時、俺は驚いて車を止めた。公園のベンチの上に中学生くらいの男の子が横たわっている。酔っ払いのおっちゃんならともかく、子供はまずい。慌てて車を降りた俺は男の子に駆け寄った。大丈夫？どうしたの？誰？君、家はどこ？お家の人はいないの？あなた誰ですかって聞いてるんですけど。少年は強気な目で俺を睨んだ。俺は怪しまれてるのが分かった。少年はジーンズとトレーナー、サンダル姿で、全身に土ぼこりや泥がついている。顔はとても幼げで可愛らしく、もしかしたら小学生にも見えた。ボロボロの見た目からして、何か大変な目にあったんだろう。疑り深くなるのも理解できる。訳ありそうな男の子を、俺は放っておけなかった。役所の身分証明書を見せていった。俺、佐竹って言って、市役所に勤めてるんだ。市民を助けるのが俺の仕事だ。君の嫌なことはしないから安心してほしい。そうすると、少年は警戒を解いて少しだけ話してくれた。どうやら家出してきたようだが、家を聞いても答えてくれない。俺が警察に電話しようとすると、やめて！と必死に止めようとする。俺は悩んだが、このまま放っておくこともできない。ひとまず俺の家に来て、飯でも食わないか。少年は明らかに警戒した。大丈夫だよ。家には俺の母さんもいるし、今頃うまい飯を作って待っててくれてるはずだ。確か今日の晩飯は唐揚げにするって母さんが言ってたかな。唐揚げ。少年のお腹がぐーっとなった。彼は恥ずかしそうにしてたけど、食欲には抗えなかったようだ。車に乗って一緒に行こう。そう言うと、うん、とうなずいた。そして俺は少年と一緒に家に帰った。いつもなら母さんが俺の帰りを待ってくれているんだが、あれ、出かけてるのか。家の中に母さんはいなかった。夕飯の準備はしてあって、食卓にはラップがかかった唐揚げが置いてある。その隣に、隣の田中さんの娘さんが産気づいて病院に行ったから手伝いに行ってるね、ご飯先に食べててね、という書き置きがあった。母さんは隣の家に行ってるみたいだ。先に食べてよ。お父さんは？父さんはいないんだ。悲しませるつもりはなかったんだが、俺の言葉を聞くと少年はうつむいた。彼も何か家族関係で事情があるのか。俺は深入りせず先に夕飯を食べることにした。食事を始めると少年はパッと笑顔になった。おいしい。そうだろ、俺の母さん料理上手なんだ。遠慮しないでどんどん食べてくれ。うん。少年は無邪気に笑い、白米をおかわりしてたくさん食べた。その姿が微笑ましくて俺も和んだ。少年は全身汚れていたから、ご飯の後俺は彼をお風呂に入れようとした。着替えは俺のを使ってくれ。大きいけど裾をまくれば着れると思うから。でも、もじもじする少年。何か風呂に入りたくない理由があるのか。少し考えて俺はピンときた。もしかしてどこか怪我したり痛いところがある？俺に見せてみて。そうじゃなくて。違うの？でも一人でお風呂に入れないなら俺が手伝おうか。変態！少年はそう言って脱衣所のドアを勢いよく閉めた。変態だなんてひどい扱いだ。同性だし、そこまで言わなくてもいいのに。そう思ったが、数十分後、
それは全部間違っていたと思い知らされた。君、女の子だったの？風呂から上がった少年は、ツヤツヤの真っ白い肌と少し色っぽい唇や目元をあらわにし、とっても美人な少女に変身していたのだ。驚愕した俺に、彼女はきっと怒り顔になった。女の子じゃありません！大人の女性！私、二十歳ですから！二十歳？なんかおかしいと思ったら、やっぱり勘違いしてたんですね。童顔だから若く見られることはあるけど、中学生男子に間違えられるなんて初めてです。プリプリと怒る彼女を、俺は信じられなかった。大人ぶって冗談を言ってるんだと思ったからだ。彼女は身長も低いし、顔立ちも幼く、他の体の部位も女性的な特徴があるようには見えない。どれだけ多く見積もっても、せいぜい発達の遅い中学3年生にしか見えなかった。信じてませんね。免許証見ますか？え、免許取れるの？当然です。二十歳ですから。彼女は免許証と大学の学生証を見せてくれた。何も持ち物がないように見えたけど、身分証明書やカード類はポケットに入れて持っていたらしい。確認したら、間違いなく二十歳だった。しかももっと驚愕したのは、彼女の住所が県外だったことだ。家出して、適当に電車に乗ってきたんです。と彼女、ひな子は言った。ひな子は自分は大人だとしきりに主張していたが、18歳から働き、現在29歳の俺的には、二十歳女子大生は子供だ。家出の話も子供っぽく感じ、最初、俺はひな子のことを見くびっていた。しかし話を聞くと、彼女は俺よりも過酷な現実を生きてきたことが分かった。どうして家出なんかしたの？私が幼い頃に出て行った父親が家に帰ってきたんです。え？すごく乱暴な人で耐えられなくて、お母さんと一緒に家出しました。でも新幹線のチケットが一人分しか取れなくて、別々に逃げることになって。お母さんは今どこにいるの？わかりません。お互い無事だったら1週間後に有益で落ち合う約束をしてます。それまではとにかく遠くに逃げろって。新幹線降りてからも適当に電車を乗り継いだら、ホテルもないこんな田舎に来ちゃって。確かに身を隠すにはあまり良くないところだね。田舎なのは事実だから別に気にも留めなかったが、ひな子は俺の地元をバカにしてしまったと思ったのか、慌てて言い直した。でも田舎は人の心が温かいって本当なんですね。佐竹さんが助けてくれましたし。そんな話をしているうちに母さんが帰ってきた。相談した結果、1週間後の約束の日まで俺の家でひな子をかくまうことになった。それからの毎日は俺の人生を変えた。食べてください。え？私、魚の煮付けを初めて作りました。お口に合うかどうか分かりませんけど、よかったら。ひな子は母さんに習って料理をしたり、掃除や洗濯、アイロンがけ、俺の部屋のベッドメイクまでやってくれた。いただきます。うん、すごくおいしい。よかった。雄一さんのお母さんに習ったから大丈夫だと思ったんですけど、もし分量を間違えていたらと思うと不安で。母さんの煮付けと同じ味がするよ。でも少し違うかな。え、どこが違いますか？しょっぱすぎですか？薄すぎですか？あわあわするひな子が微笑ましくて、俺は笑った。間違いじゃないよ。母さんの料理とは違って、ひな子ちゃんの真心の味がするってこと。え、私の真心？ひな子ちゃんが頑張って作ってくれたのが伝わってきて、特別な味がするんだ。雄一さんってば、ちょっとキザすぎません？え、そうかな。でも雄一さんの真心が伝わってきます。そう言ってお茶目に笑うひな子に、俺も笑い返す。お母さん以外の人に褒めてもらったの初めてだから嬉しいです。そうひな子がボソッと言った一言が俺の胸に残った。また違う日にはこんな会話もした。雄一さん、市役所のお仕事って普段何してるんですか？住民票とか年金とか、
窓口のこと全部だよ。全部？市役所ってそんなに大変なんですね。他の市はどうか知らないけど、うちは田舎だから全部やらなきゃいけないんだ。大変だけどやりがいがあるよ。雄一さんみたいな人が窓口にいたらすごく頼もしいと思います。ありがとう。私のお父さんも雄一さんみたいに正義感があって優しい人だったらよかったのに。ひな子は明るくて冗談もよく言う、一緒にいると楽しい子だった。しかしこうして時折影のある表情を見せる。それが俺の男心をくすぐった。俺は幼い頃に父親を亡くし、母親と二人で生きてきた。女で一つで俺を育ててくれた母さんに楽をさせてあげるために高卒で公務員になった。そんな俺たちの家庭をひな子はこう言ってくれた。温かくて素敵なご家庭ですね。本当に羨ましいです。そんなひな子を母さんも本当の娘のように可愛がり、俺も毎日家に帰るのが楽しみで、仕事にも生活にも張りが出た。ひな子と過ごした一週間は本当に楽しくて、あっという間だった。たかが一週間、されど一週間。俺はすっかりひな子を好きになっていた。彼女の家庭環境や、そんな中でも力強く笑顔で暮らそうとする気持ちが、俺の胸をついたようだ。ずっと一緒に暮らしていたい。そう思ったが、母親との再会を待ち望んでいるひな子には言えなかった。少し心配だったが、ひな子のお母さんは約束の遊駅で待っていた。駅までひな子を送った俺は、二人に何度も頭を下げられ、感謝された。生活が落ち着いたら、必ずお礼させてください。ゆういちさん、本当に、本当にありがとうございました。ひな子は俺にそう言って、去っていった。それから約2ヶ月の間、俺はひな子と毎週末電話で近況を報告し合い、くだらない雑談もたくさんした。毎回電話を切るのが惜しく、つい夜中まで話し込んでしまうことも多くて、寝不足気味だったが、すごく幸せだった。一週間ひな子と別行動していたお母さんは、その間に新居を見つけていて、二人はそこに住んでいた。場所は、俺の家から電車と新幹線で2時間ほどのところだ。ひな子は大学もあるからあまり遠くには引っ越さなかったそうだが、いつか二人の家を訪ねる時を考えると、俺的にも近い方がありがたかった。そして、その日がついにやってきた。引っ越しとかでバタバタしていたのが落ち着いたので、ゆういちさん、うちに遊びに来ませんか？いいの？はい。私のお母さんも、ゆういちさんとゆういちさんのお母さんにお礼がしたいって言ってます。私もお二人に会いたいです。市役所って土日が休みですよね。よかったら土曜日はうちに泊まってゆっくりしていきませんか？そんな嬉しいことを言ってくれるひな子、俺はすぐさま了承した。母さんにもこの話をしたら、俺に気を使ってくれたのか、一人で行ってきなと言ってくれた。俺がひな子を好きで、会えるのを本当に楽しみにしていることが母さんにバレバレなのが少し恥ずかしかったが、2ヶ月ぶりの再会が本当に嬉しくて、俺は浮かれた。俺は土曜の朝一の電車で出発。ひな子は駅まで迎えに来てくれていて、改札を出た俺に走り寄ってきた。雄一さん！ひな子ちゃん、久しぶりだな。元気にしてたか？元気ですよ。電話で話してたでしょ？でも、直接会ってなかったからさ。ひな子ちゃん、なんだか前より可愛くなった。雄一さんったら、いきなりお世辞ですか？本当だよ。なんだか大人の女性に近づいたというか。どうせ前は男子中学生でしたよ。そう言って冗談っぽく笑うひな子は、お世辞も冗談も抜きにぐっと色気が増していた。父親というストレスから解放されたおかげなのか、肉付きがよく女性らしい体つきになり、表情も柔らかくなっていた。俺に会えて嬉しそうにはしゃぐひな子がとっても可愛くて、俺はドキドキした。だが、次の瞬間、俺の幸福は打ち破られることになったのだ。おい、ひな子じゃねえか！酒明けした男の声が。ひな子はビクッと固まって、嬉しそうだった表情が恐怖でいっぱいになっている。俺はとっさにひな子の前に出て彼女をかばった。俺たちの前にやってきたのは、
明らかに酔っ払って汚い身なりをした50代くらいの男。ひな子てめえ、母さんと逃げたと思ったらこんな真っ昼間から男遊びか。いいゴミむんじゃねえか。うん、私の父親です。ひな子が小声で俺に教えてくれた。言われなくても俺はピンときていた。こいつがひな子とひな子のお母さんに乱暴して彼女たちを苦しめていた父親。俺は知らず知らずのうちに拳を握りしめていた。ひな子の父親はそんな俺をにらみつけている。おい、どけよガキ。俺はひな子に用があんだよ。あなたはひな子ちゃんの父親ですよね。娘に対してどうしてそんな言い方をするんですか。親だからだろう。親が娘を教育して何が悪い。あなたのは教育じゃなくてただの乱暴だ。二十歳になったら働いて俺に金を納めるのが当然だろうが、それを大学だのとチャラつきやがって。逃げた挙句こんなところで男遊びだぞ。そんなバカ娘は父親の俺が教育してやらないといけないだろうが。俺の後ろでひな子は怯えて震えていた。そんな彼女が本当にかわいそうで、俺は怒りに震えた。子供を幸せにするつもりがない人が親を名乗らないでください。ガキが偉そうに説教垂れやがって。何様だてめえ。あんたこそ何様のつもりだ。家族はあなたの道具じゃない。ひな子もお母さんもそれぞれの幸せがあるんだ。それを邪魔するな。そう言った瞬間、ひな子の父親が俺に襲いかかってきた。俺たちは取っ組み合いの喧嘩になり、そこへ警備員が駆けつけてきた。そのまま別々に警備員室に連行されたのだが、幸いなことに一部始終を見ていた通行人が俺たちは悪くないと証言してくれ、すぐに帰っていいと言われた。ついでに顔の手当てもしてもらって、俺はひな子と一緒に駅を出た。雄一さん、ごめんなさい。私をかばってこんなことに。ひな子ちゃんが謝ることなんかない。あんなのが父親だなんて本当に辛かっただろうね。でもあいつの言うことなんか気にしなくていい。ひな子ちゃんの思うように生きていいんだからね。俺がそう言うと、ひな子は涙ぐみながらうなずき、俺に抱きついてきた。私、雄一さんと出会えて本当によかった。大好きです。意外なタイミングだったけど、告白自体は驚きではなかった。1週間の同居生活と2ヶ月間の遠距離期間で俺たちの恋は進展していたと感じていたからだ。俺も大好きだよ。ひな子ちゃんのこれからは俺が守る。俺が絶対幸せにしてみせるよ。私も雄一さんのこと世界一幸せな旦那様にしてみせます。え、旦那？ちょっと気が早かったですかね。でも私は本気ですよ。少しお茶目に言うひな子。さっきはとても怯えていたけど、冗談が言えるくらい元気になったみたいで安心した。それから二人でひな子の家に行って、心配するお母さんに事の経緯を話した。本当にかっこよかった。雄一さんは私のヒーローですと、ひな子がすごく褒めてくれるものだから、俺も照れくさくなった。俺とひな子が交際を始めたこともお母さんに報告して、俺なら安心だと言ってもらえた。3人で和気あいあいと食事をしていると電話がかかってきた。なんとあのあとひな子の父親が逮捕されたという知らせだった。どうやら酔っ払って物を壊したり、金がなくて人を恫喝したり、余罪が多々あったらしく、ひな子とお母さんはこれを機に父親と縁を切ることに。二人の新しい人生に希望の光が見えた瞬間だった。その夜は新しい門出を祝うパーティーとなり、みんなで喜びを分かち合った。俺とひな子はこっそりファーストキスも交わして、恋人としてのスタートも好調。一泊二日のおもてなしはあっという間に終わってしまったけど、俺たちの関係は末永く続いていくことになった。それからひな子が大学を卒業するまでの約2年間は遠距離恋愛が続いた。3連休などがあると俺は極力ひな子に会いに行き、幸せな時間を過ごした。ほんの数ヶ月会わない期間があっただけで、
次に会う日向子はぐっと大人びて見えて、俺は毎回ドキドキした。日向子はそんな俺をからかってきたが、実際に料理のスキルを磨いたり、化粧や服装に気を使ったり、女を磨く努力をしてくれていた。そんなけなげな様子がたまらず、俺は日向子がますます好きになった。そして彼女が大学を卒業した半年後、俺たちは結婚。日向子は俺の地元に引っ越してきてくれて、俺たちは夫婦の新居を構えた。俺の実家からも近く、母さんも日向子に気軽に会いに行けると喜んでいる。結婚生活もとっても幸せだ。料理上手で優しく、お茶目で可愛い日向子を俺は一生かけて守っていく。過去の苦労や悲しみを忘れられるように、幸せいっぱいの家庭を築いていくつもりだ。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴いただきありがとうございます。今回の馴れ初めストーリー、良かったと感じた視聴者様はいいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。それでは次回もお楽しみに。